こんにちは。おはよう。スプマンテさん、カッパイスありがとう。見て、パセンチの時計止まってるから、今から電池交換する。夜がコンサート終わった後に、全国ツアー終わった後に、どんくらいでさあ帰れるかの目安はあるんですけど、なんかコンビニ行ったりとかさ、そういうのでバタバタしそうだったから、一応朝しとこうかなみたいな、ちょっと早く起きたししとこうっていう朝配信です。だから夜も配信はあります。夜もあるけど、荷造りも無事終わったので、おしゃべりしようの時間です。時計を合わせんといけん。今さ10時やんね。10時2分や。よし、セット完了です。あんま変えずに済んだ。いや、これで無事に動いてくれることを祈ります。眠たい。アルテミスさん、ススキ、コウジさん、ハート、坂道さん、だるま、カードリさん、カッパアイス、マーナさん、小判、ゼータン、かわいい、ありがとう。タカさん、カッパアイス、リンタロウさんもカッパアイス、ありがとう。あ、眠たすぎる、やばい。 BD マンさん、カッパアイス、ヒロッチさん、坂道さん、ススキ、ゼータン、花束、ありがとう。クックさん、カッパイスありがとう。うん、カチカチ言わないタイプ。あと秒針が壊れてます、これ。私の時計秒針も取れちゃって、ここにいます、下にいます。動いてんのかな。シュウさん、カッパイスありがとう。動いて、そうだ、うん、動いてる動いてる。今テレビね、あ、無音でつけてるんですけど、テレビの時間とちょっとずれてるけど、まあ一緒、ほぼ一緒。福ちゃん、お疲れ、ありがとう。すすきもありがとう。はあ、海見わたるさん、ハートありがとう。西さん、ありがとう。ジャーパングさん、ハートありがとう。通りさん、ハートありがとう。ジロくん、ファイト。サゴーズさん、カップアイス。流星さんもカップアイス。ダニエルさん、ペンライトありがとう。今日は大阪泊まれないんですか？泊まれますよ、明日もあるから。さすがにそんな2日連続大阪だるのに毎回帰るようなことはないよ。今日だけじゃなくて明日もあるので。あきもさん、カップアイスありがとう。そんなさすがにね、帰らん。交通費で泊まれちゃうよ、それは。おはよう。大阪楽しみです。今日配信がないからね、会場に来てる人しかいないから、なんか自由そうMC とか自由そう。トールさん、ファイトありがとう。たこ焼き食べたいよね。でも今日食べたら明日むくむし、明日食べても明後日のあの打ち上げ祭でむくむから、ちょっとな。ジロくん、ペンライトありがとう。ヤスベさん、ススキありがとう。撮る？じゃあ髪の毛可愛くしてもらおう、メイクさんに。メロンのあそこさん、ありがとう。カップアイス10個。大阪ラバー、大阪ラバーを聞くともう
ジェットコースター乗ってる気持ちになる。あ、ここでカーブが来るとか思っちゃう。山崎さん、ファイト、ここありがとう。たこ焼き食べ比べ、ううん、しないよそんな時間ない、そんな観光で行ってないからしないですね。行かないよ、出歩くことはないね、コンビニぐらいですね。どこに遠征するときもね、そうだけど食べ歩きとかなし、遊びに行くわけじゃないからね、お仕事だからね。ペンライト8本持参、え、お多いな。楓さん、ハートありがとう。まちゃるさん、ススキありがとう。でもお断りです。ススキくれたけどお断りです。ほかじわさん、お断り、お断り。こんにちは。みんながその分楽しんでください。大阪に来てくださる方がメンバーの分もいろいろ行って楽しんでください。あちこち行って乗せてください。あ、眠たい。もう今日は朝7時からアラームしとったのに、もう、ああもう起きれない、あもう体が痛い、バキバキってなって起きれんくて、8時に起きた。1時間アラームを止めたり鳴らしたり止めたり鳴らしたりって格闘して、8時ぐらいに起きて、でお風呂入って、もう昨日もう無理やと思ってメイクだけ落として寝て、明日もう荷造りも明日に回そうって。あの早起きとかだったら、朝5時起きとか6時起きとかだったらもう荷造りしないと怖いじゃん、もし何かがあった時やばいやばいとか思いながらさ、こうわーわーとか詰めたら大変そうじゃないですかね、忘れ物とか。やけん今日はゆっくりだったから、ゆっくりやったけんね、朝から全部済ませた。そしたら朝配信がこんな時間になっちゃいましたこんにちは。いやもうなんか最近早起きが続いてるからさ、今日みたいな日は変な感じです。早起きに感じない。なんか昼からの仕事が続いてる時に10時集合とかだと早っと思うけど、もう最近4時起きとか5時起きとかだったから毎日、だからなんかすごい今のもうおやつの時間ぐらいの感じ。マクールさん、ススキありがとう。こんにちは。ね、だってもう最近ね、なんかロケとかで早起きが続いたんですよ。そういろいろ新潟とか行くのも早かったし、ロケこの前も早かったし、でもその分移動中寝れたけど、ね、こんにちは。だから保育園とかって10時のおやつがあるのかな、もしかして。あるよね、あるとこは10時と3時のおやつとあるよね。おやつ食べなきゃじゃん。でも朝ごはんはまだバナナとヨーグルトしか食べてないから食べたいと思ったんですよ。でオートミールを私いつも食べるんですけど、オートミールってあのお皿ちょっとつけとかないと、お水にちょっとふやかしとかないとへばりつくんよね。すぐ洗ったらスポンジにさネチョネチョがつくし、だからしばらく水につけといて放置して
で洗うのが私的にいいんだけど、今日さあの水につけたらもう大変じゃないですか。明日も大阪なのに、大阪にいる間雑菌が繁殖して大変だから、だから今日はオートミール我慢かなと思って食べれなかった。だけお店でコンビニか何かでおにぎりとか買おうかなって思ってます。梅昆布があるといいな、梅昆布おにぎり、もち麦のやつ。え、そう、めっちゃつけとかないとね、嫌なんですよスポンジにつくのが本末転倒なんだけど、スポンジは洗うためのものだけど、なんかスポンジってさすぐ汚れるじゃないですか。だからつけときたくて。こんにちは。ラグビー見れてない。もう最近テレビを見れてないです、全然。テレビも録画で後から見ることが多い、今月はね。でも10月とかは多分いっぱいいろいろ見れると思う。今月はツアーとかね、いろいろと10枚目シングルに向けての活動とかが続いてたから、あんまりゆっくりできてないんですけど、楽しいので、10月もいっぱい活動したいなって思ってるけど、今のところツアーが終わったら私公演の予定がないので寂しいです。何にもない、まだ卒コンぐらいですかね。11月まで今のところステージの予定がないので。ドラマ今ね何も見てない。ドラマも終えてない。あのね、何ね、科捜研の女しか前回も見てない。何にも、なんかメンバーがいろいろ見てるけど、ね、全然ついていけてません。もう自分で生きるので精一杯、今は自分の活動で精一杯で、何にも、もうなんかアニメ見たりとかも特にないし。ビバン、なんかメンバーがめっちゃ言ってるやつか、見てないんですよ。おすすめされたやんちゃんに、やんやんにどういう話なのって言ったら、まずこれを言ったらネタバレになるんだけどって言われて何を説明してもネタバレになるらしくて、だから見た方がいいと言われたんですけども、でも終わっちゃったから見れなかった。ねえ、10月の後半マイクはとかあるといいけど。あ、そう、来週恋ラジ出ます。そうらしいです。私も知らなかったんですけどね、10月の2日恋ラジ出るみたいです。ソルハさんに言われた。台本にパチャンって書いてたよって、来週の出演者の紹介でパチャンだったよって言われて、あ、私出るんやって、いつもそこで来週出るそうです。何でしたか昨日の放送聞いた方、何ですか明日の、明日じゃない、来週のお便りテーマ。テーマはまだ知らない。何だろう、運動会がテーマ。へえ、そうなのか。サタンさん、お断り、こんにちは。運動会ね、運動会の思い出は、中学校の時にリレーの選手だったんですけど、バトンの受け渡しに失敗しました。あとリレーの練習を放課後にね、こうクラスそれぞれが自主練みたいな感じで、放課後に大量に人が集まって、全校生徒集まってみんな自主練とかしとったんやけど、その時にみんなが見てる前で靴
走ってる時に靴脱げて笑われた話と、あとはバスケ部だったから強制的に 800m 走に出なきゃいけなくて、バスケ部は絶対なんですよ。男子は 1500m、 女子は 800m っていう種目があって、ダンバスとジョバスは絶対にそれに出なきゃいけないの。だからその障害物競走とか 50m 走みたいなやつを選びたいってなってももうダメなんですよ。絶対にバスケ部はそう、一人で 800m ずっと校庭ぐるぐる走ってた。そう、決まっててきつかった。でその時によくある一緒に走ろうねって言って裏切られるやつを経験した一緒に走ろうって言って本当にいるんやと思って、噂には聞いとったけど、一緒に走ろうから先にゴールしちゃう人って本当にいるんやなってなりました。池代さん、鈴木ありがとう。え、そう、きついよね。いい思い出はなんだろうな、私の運動会のいい思い出はなんかあるかな、あるかな。小学校の時だったら家族とかおばあちゃんとかがお弁当を作ってきてくれて一緒に食べたやつ、いい思い出。でも運動会のお昼の時間の迷子感嫌いですなんかそれではお昼休憩ですみたいなアナウンスがあって、家族を探してる時間がめちゃくちゃ嫌い。家族と事前にさ、どこどこ集合にしようみたいな決めなきゃいけないけどさ、人が多すぎて、私の学校めっちゃ人が多かったから、やばい、お母さんどこか分かんないみたいな。今みたいにスマホとかもないじゃん。スマホで連絡とか取れたらさ、どこだよとか電話できるけど、それもできないから、ただただ彷徨って歩き回るみたいな時間がめちゃくちゃ、もう本当当時の私は苦手で、そう、それからのご飯の時間は幸せみたいな。本当にさ、見つからなかったらどうしようってなって怖かった。しかも私は小学校の時とかは家族で外食行く時もなんか同級生とかいないかなみたいな、キョロキョロみたいな、はあ、顔見られたくないよみたいな感じの子だったから、その探してる姿とかをさ、体育館とかに入っていろんな家族が食べてる中こうやって探してるの恥ずかしいじゃないですか。あ、迷子なんだとか思われそうで、だからそういうのも恥ずかしくて毎年それにビビってましたそれが怖かった。 P さん、カップアイスありがとう。運動会のお弁当はね、何が入ってたかな、卵焼きと、私の好きなチーズインウインナーみたいなやつと、あと何、柿とか梨とか果物もいっぱいお母さんが持ってきてくれました。ご飯はね、おにぎりかな、おにぎりだった気がする、梅干しが入ってた気がする。そうだよ、キョロキョロ、そうなんかそうあるよね、今キョロキョロフードコートでキョロキョロするとカエル化しちゃうみたいな、それを見て、ああでもなんか体育館のやつと似てるなと思った。そんなさ、フードコートでキョロキョロすることありますかフードコートはもう席事前に決めとるけんさキョロキョロキョロ、それでカエル化することもないでしょうにね。あ、アスパラのベーコン巻きね、大好きよ、美味しいね。キョロ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 、眠たい。みんなお仕事中だよね、きっとこの時間とか。すいません、ほんと中途半端な時間で、でも中途半端とか言われてるこの時間も申し訳ない、ごめん、なんか勝手に自分が配信始めたのに中途半端とか言って
中途半端とかなんか罪をなすりつけて時間のせいにしてごめんだけど、自分のせいなんですけど、すいません。また夜は配信するからよろしくお願いします。こんにちは、てりたまさん、すすきありがとう。おいしそうな名前。あ、仕事中に見てくれてる、ありがとう。健康診断中なの？え、あれ飲むの？なんだっけ、バリウム？人間ドック？健康診断は何するの？パセンチの時計は今22分、未来を生きてる。22分。こんにちは。これから病院気をつけて、気をつけていってらっしゃいだよ。藤やん、ハートありがとう。あ、飲まないの？普通に健康診断、身長とか測るの？チャーさん、すすきありがとう。眠たい。ぽわ。あ、そう、定型部を変えたんです。そういえば、あの再販の受付が今回で、あ、違う、10月21の幕張メッセのお話し会が今回で終わりらしいけど、変えました。今回の再販でもう申し込めませんっていうのをちょっと定型文でお知らせ。移動寝れるかな、寝れん気がする。なんか東京とか行く時やったら4時間あると思って寝過ごす心配がないじゃないですか。でもなんか大阪とか新神戸の時ってすぐ着くんですよ。もうね、もうバグってて東京に行く時間と思って乗っちゃうから、新幹線乗ると。だから大阪とか新神戸とか岡山とかが特にもうすぐ着く、秒で着いちゃう。わーって、もう着いたってなっちゃって、こう寝てはーって、あ、夢の世界って時に起きるみたいな、ドゥルルルルルルドゥルルルルルルみたいな、あのチュ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 みたいな、なんか音楽が流れて、間もなく新大阪みたいな、あ、起きなきゃいけない、ね、広島に帰る時も広島で泊まるやつと博多が最終のやつとあるから、そういう時は焦る。あ、広島だって、岡山ぐらいで起きとかないと不安ですね、帰りは。なんかね、新幹線寝てても起こしてもらえるんですよ、メンバーとかマネージャーさんとかが起こしてくれるからいいんだけど、たまに一人とかで乗る時とか帰省とかそういう時とかは怖い。あのね、去年ぐらいに知ったんですけど、博多駅で、博多駅が終点の新幹線乗っても、その後になんか博多南みたいなとこに新幹線は、そう、車両は行っちゃうみたいで、やけんね、寝過ごしたらもう大変だから怖くて帰省の時は寝れません。ずっと窓の外からこうやって景色見て、わーって、わー、あのスーパーが見えるな、わー、あんな建物があるんだなとか、あー、トンネルだとか思いながらいつも帰ってる。ドリーミーキッドさん、ハートありがとう。会議してました、お疲れ様です。もうちょっと半端な時間で申し訳ない、ごめんだよ。夜も配信するよ。え、金員さんに起こしてもらったことある？起こしてもらえるんですか？起こしてくれるんだ。でも大変だよね、そんな全部の車両回ってさ起こさんといけないじゃん。
自分で起きなきゃだけど無理だよね。眠たい時はもう寝たいもんね。寝たいよね。博多南ってどの辺にあるの？何があるの？博多南って。よろしくね。じゃあね。またね。また後でね。仕事休憩入れたので見て。え？申し訳ない。休憩時間までパセリパセリしてもらってありがとう。見てくれて。大橋の上だった？え？どういうこと？パッと起きたら絶景やん、そんな。あ、中川市にあるの？博多南。中川わかるよ。ちょっと Google マップ見よう。あ、違う、充電切れてるんだった iPad。 こんにちは。肩がバキバキです。バキバキのバキ子。わーわあわあ、今日は真っ黒クロスケコーデです。カードリサ、ハート、コーサ、お断り。パーちゃん、パーですよ。パンコだよ。お前髪がさ、帽子かぶっていきたいけど、ねえねえ、帽子をかぶって行きたいけど帰り荷物になるから、これで行ってもいい？この犬を引き連れて行ってもいいかい？ポチャッコ。ミキヤくん、ススキありがとう。いいですか？楽しんできます。ツアーもう終わっちゃうわ。でもなんかツアー、この前の新潟でさ、16人のポジションとかでやる曲、曲は同じだったりするけど16人と30人バージョンで違うんですよ。あの山台だったりとかあったり、やっぱ会場もさ、ライブハウスとかで立ち見じゃないですか、16人の時って。と30人の時は立ち位置番号が7番まであったりとか、そういうなんか番号の広さの違いとかあったりしてさ、立つ場所も変わるから、だからなんかどちらかというと16人公演の方が多かったじゃん、東京大阪よりも。2回と3回しか変わんないけど。だからね、なんかもうツアーは一旦終わったって感じがする。新潟で私の中でツアー終わっちゃったって。あのユニットとかも違うし、そう寂しいです。こんにちは。山台はあのなんて言うんですかね、あの階段の登ったりとか、あの上のとこ山台。でもあの9枚目シングルでさ、選抜じゃなかったらこうやってツアー回ることもできなかったからね、絶対悔しい思いをやねしてからもう、うわーってなったと思うし、こんなさバタバタな夏になってなかったと思うから、本当にさ入れてよかったと日々思う。だからこのさ、今回も入れるかすごくさ不安だったんですけどね、選抜に選んでもらったので、この10枚目期間もね楽しんでいきたいと思います。感謝の気持ちをちゃんと忘れずに充実した日々を過ごしたいと思います。ゆうたくん、お断り。ミックさん、カップアイスありがとう。もうなんかさ、毎年さ変わるわけじゃん、フェスとかの出演メンバーって。
だから今年の夏のフェスももう今年が最後かもしれないと思って、なんかね、また来年も STU で出演できますようにみたいな言うじゃないですか、 MC とかで。でも そこに STU としては出るっても私はいないかもしれないしなとか、そういうのも思って。鼻声、鼻声じゃないよ、あの耳がボワボワしてます。こんにちは、朝だからだよ、朝からもう声は晴れません、全然風邪気味ではない。プー太郎さん、だるまありがとう。ハロー、ヤッホー、寝起きだから、寝起きはみんなボソボソ声や、そう今耳ボワボワしてる。だから早くご飯をゲットして食べようと思います。眠たいもん。こんにちは、耳引っ張っとく。とりあえず耳引っ張っとけばなんとかなります。ん？これ聞いてんのかわしら、気持ちの問題気持ちの問題だよ。耳引っ張るとチェブラーシカになれるチェブラーシカ耳大きいけさ、小顔効果あるよね。チェブラーシカになろうかな私は。こんぐらいやったことでしょ、パセリだったら耳でかっ、でかっ、でかすぎや。チェブラシか、一日何時間睡眠。今日は1時には寝てました。1時、起きたの8時、7時間睡眠。結構寝てるよ結構寝てるけど、昨日はもう朝から夜までずっと踊ってたから、もう体がバキバキすぎて大変、もうバキバキよ、背中とか肩とか。いつもね、終わった後ストレッチしなきゃなと思って忘れちゃうんですよね。ライブとかがあるとみんなで終わった後ストレッチする時間があったりする時もあるんだけど、レッスンってないからさ、自分でやらなきゃなのに、もうそれどころじゃない、はあ今日も踊ったヘタヘタだ、帰って配信するぞって言って配信終わって、あーもう眠い、寝なきゃってなって忘れちゃう。ダメ、自業自得です。こんにちは、でもいっぱい寝れてる、ぐっすり寝れます、いっぱい動く分、うん、なんか無駄な時間がないです。夜寝れなくて、あのうわ詩人タイムみたいなやつがないから、あの忙しい方がぐっすり寝れます。だからこれからも忙しくありたいです。まっちゃんです、お断り、お断り。セミが鳴いてんの、セミ鳴いてんの、え夏じゃん、まだセミいるんですか、元気だね。配信も疲れるでしょ、その疲れませんよしか返せないじゃん、そうそうですねとは言えないです。そうですね、めちゃくちゃ疲れますねとか言えないじゃんそんな。え何時まで、もう終わるよ、45分に終わります。いやでもあのコメント欄がすごく優しい方ばかりだから疲れたりはしないけど、
いつ変な意地悪な人が来るかっていうので常に心構えをしておかないといけないし、なんか発言とかもさ、普段から見てる人のなんていうの、事前情報、パセリの基礎情報があっての、基礎情報があっての今日の配信の発言と何も知らない状態で聞く今日の配信の発言ってやっぱ変わってくると思うから、そういうのがちょっとあの難しいなと思って、なんかいろいろ補足情報とか話したりわーわーわーってこうするから、まあそれは確かになんか難しいけど、監視中なの。ひえー、こわこわ。持ち肌さん、すすきありがとう。難しい。みんなも顔を出して早くお話ししてください。顔を早く、ショールームの新機能で早く顔を、みんなが喋ってる表情をね見せるシステムください。どういうニュアンスなのかがさ伝わりづらかったりするか。よろしく、ショールームさんよろしく。あ、おもろ。なんかコメント欄見てるとさ、なんか面白い人って悔しいんだけど、なんでそんな面白いんだろう。悔しい。私は負けたくない。おもろ。あ、どっか飛んでった。あ、パセリのスマホケースに挟んでる。好きなアイドルです、私のスマホケース。あ、すごい反射反射。あ、コメント欄反射すごい。好きなアイドルをこうやって挟んでて、じゃーん、可愛いですよ。これスイーツパラダイスとのコラボ。ね、面白くなりたいよね。ピャーン。これお気に入りすぎて、あのね、ここに入れてんの。だからレッスン場とかでみんながスマホを一斉にポンポンって、レッスン始まるよとかの時みんなスマホポンと置いたりするんですけど、そういうとこにみんなさ好きなアニメとか好きなアイドルとかのさやつを挟んどったり、プリクラ挟んでたりするのに、私だけ一人なんかファンのスマホかなみたいなのがある。これがパセのやつ、わかりやすいでしょ。狭間健二さん、カッパイスありがとう。じゃんじゃじゃん。免許証風の STU カード欲しい。職質された時に見せて宣伝したい。おもろ。私が職質する側やったら、もうそんな、またか、またこのグループかとかなったら嫌だよ。だって職質されてるってことはもう見るからに怪しいわけじゃないですか。で、怪しい人に片っ端から声かけたら、みんなその STU のファンなんかいみたいになったらちょっと悲しいよね。例えば昨日もこのグループの免許証を持ってる方いましたとか言ったら悲しいよ。嫌だよ。ライブ会場付近とかいっぱいいるってことでしょ。キャー、みんなも怪しくない格好でいてくださいね。服は着てください。服を着るんだよ。いいか、これから冷えるから服は着る。へそは隠す。そして
袖を着る、袖のある服を着る、大事です。わかりましたか？袖のある服、家ではいい、家ではもう自由、家でカーテンは閉めた方がいい。いいですか、カーテン。この前チコちゃんがね、あのチコがこの前、実はソラさんとかき氷行ったんよって言われて、あ、聞いたよって、美味しそうだったねって言ったら、なんかき氷食べるのにお腹が出てたのって言われてさ確かにかき氷を食べるときはお腹が冷えちゃうから、まあ、腹巻きをするレベルの対策をした方がいい、うん、へそ出しではいかない、ダメです、冷えちゃう、ダメエンポセもかき氷行きたかったの。昨日チリパの収録があってね、リコちゃんと一緒だったから一緒にかき氷行きたいなと思ってたんですけど、でもあの忙しいかなとか思って誘えなくて、本番前に行ってさ、もうめちゃ冷えちゃって、二人してラジオでお腹ちょっと壊したりしてはちょっとなとか思って、いろいろ考えすぎちゃって誘えなくて、で終わった後は、あの終わった後行こうよって言ってくれたけど、昨日はさ、もうショールームであのお料理食べる配信するって決めとったからお断りしちゃって、行きたいかき氷、雪帽子行きたい、行きたいです。へそ、へそ今日はね、へそは出てないけど出そう、手を伸ばしたら出そう、あんまへそは出さない、へそは隠す、アイスを食べたいから。あ、そう、広島今ね10月までの限定で元フレンチシェフが作るかき氷ってやつがあって、すっごい並ぶらしい。金土日しかやってないんですよ、金土日しかやってなくて、で12時から15時までしか、3時間しかやってないから、1週間で9時間しかやってないかき氷屋さんがあるらしい。あのリコチが3期生のユーナンと一緒に行ってました。あとソラハさんとも行ってた。だから相当美味しいんだと思います。もっとフレンチシェフが作るっていうのだけでさ、美味しそうじゃん。広島は来週が暑いラストかも。うえー、じゃあ早く行かなきゃじゃん。かき氷、あのね、桃とマスカットのクリームチーズみたいなやつがあってね、雪帽子のメニューで、それに行きたいの。かき氷苦手？あ、私もですよ。私もかき氷そんな、もともとお祭りとかでも食べる方じゃなかったけど、おしゃれかき氷、そういう雪帽子とかそういうところの食べて、あのね、違いました。私が想像するかき氷はシャリシャリみたいな、氷みたいな感じだったけど、もう違う、中にアイスクリームが入ってんの中にアイスクリームとかゼリー。そう、45分になったね。アラームが鳴っちゃいました。アラーム鳴っちゃった。ニコニコさん、カップアイスありがとう。この顔のニコニコ、アラームが鳴ったよ。こんにちは。それじゃ、そろそろお別れの時間でございます。ね、準備します。大阪行く準備しよう。見てくれてありがとう。このなんかお昼か朝かよくわからん時間帯なのにすいません。おみかんさん、ファイトありがとう。ピノキノコさん、ススキありがとう。じゃあまた夜ツアー終わったら配信いたします。わー、壇上読むぞー。
よしひろさん、カップアイスありがとう。え、別れたくない、私の何が悪かったのだって。まず10個あるんだけど、まず1個目が顔を見せずに仮の姿で来てることかな。あとはそうだなあとはいろいろあった。だからちょっと今日はもうお別れ、また夜配信で復縁しような。そんでまたお別れして、また明日の配信で復縁しような。そうやって繰り返していこう。そう、みんな今仮の姿なの、私には秘密にしてるんだよね。悲しい。いっぱい復元しよう。じゃあ今日はもう別れ、今までありがとう。みんなと過ごした時間は45分という時間だったけど、とっても楽しかった。また夜配信でよろしく。それじゃあ壇上行きます。13位ジロくん、12位ひろっちさん、11位コウジさん、10位クワドリさん、9位ゼータン、8位マチャルさん、7位シュンさん、6位スプマンテさん、5位タカさん、4位フクちゃん、3位ヤスベイさん、2位山崎さん、1位ユウタくん、ありがとうございます。それじゃあみんな大阪頑張ってきます。ツアーラストあと3回ある、大阪3回公演行ってきます。またね、バイバーイ。